あれはどういう意味なんだ？どうしたん？住み心地とか住みたい街のランキングってあるじゃん。ああ、大東建託のやつね。これが栃木県民による住み心地のいい街のランキング2023。やっぱり宇都宮なのね。で、これはまあいいんだけど。だけど？もう一つのランキングが気になっている。どんなやつ？栃木県民による住みたい街ランキング。おお、他県じゃなく宇都宮が1位だとは。地元愛。と思うじゃん。これが得票率だ。あれ？めっちゃ少ないじゃん。1位で 3.5%？ 5位なんて 0.6% だからね。他の回答はどこ行っちゃったん？他、今住んでいる町に住み続けたい 16.7%。 あ、なるほどね。とはいえ 16.7% か。住みたい町が特にない 55.8%。 それどういう意味？そうなんだよ。解釈によっては他の町に興味がないのか、今住んでる場所をある程度評価してるのか、この2つの意味がありそうだけど。まあ、この場合は後者じゃないかな。だよね。地元に愛着がある人が多いってことだと信じたい。まったく、特にないなんて言わずに素直に今の町が好きって言えばいいのに。栃木県民はシャイだな。まあ群馬もほぼ同じ結果だけどね。なんだと。